飲むだけで痩せるハーブティーお伝えしていきます。この動画をご覧いただきますと、飲むだけで腸内環境が整って脂肪や悪玉コレステロールの吸収を抑えてくれるお茶になりますから、あなたはどんどん綺麗に痩せることができるんですよ。効果的な飲み方も最後お伝えしてまいります。ぜひ楽しみにご覧くださいね。そしてこのチャンネルでは、このようなさまざまな腸活法をあなたにお伝えしております。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録、また LINE 登録していただきますと嬉しいです。今 LINE にご登録いただきますと、腸活のダイエットの無料の動画プレゼントしております。ぜひお役立てくださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。まず1つ目の項目はこちら、なぜこのハーブティーを飲むと痩せることができるのかという、その痩せるポイント3つあります。お伝えしていきますね。1つはまず、あなたの腸内環境が整うからなんです。これはとってもね、ダイエットを成功させるためにはもうマストな条件になってくるんですね。例えばあなたが頑張って食事制限をしている、もう頑張って運動しているにもかかわらず、なかなか効果が出ないとなっていれば、あなたがお悪いのではなくって、あなたの腸内環境が悪いということになっているんですよね。なぜかと言いますと、根本的な痩せた体質にあなたがね、なっていないからなんですよ。そこをまずは改善する必要があるんですね。そのためにはやはり腸内環境を整えるものを入れてあげることが大事になりますから、後ほどお伝えします。このお茶を飲むことで腸内環境が整って、あなたの腸内にいる痩せ菌と呼ばれるその善玉菌が元気にやっぱり働いてくれる、そういった仕組みをまず作ってあげることが大前提になるんですね。そして2つ目は、無添加であることなんです。例えばいろんなお茶ありますけれども、そこに香料とかですね、余計な甘味料とかいろいろその入ってるんですよね。そういったお茶を召し上がってしまわれると、先ほどお伝えしたその腸がですね、弱ってしまう。結果栄養を消化吸収することができずに、ホルモンバランスが崩れ、あなたの味覚がこうどんどんおかしくなってしまう、まあ、結果ですね、もう甘いものがもうやめられない、止まらないにねなってしまうわけなんですよね。もう過去の私もそうでした。そうならないためにも、やはりしっかりとその無添加であることも気をつけていただきたいなっていうポイントになるんですね。そして最後3つ目は、ノンカフェインであることなんですね。まあ、もちろんカフェインはですね、その脂肪燃焼効果もあったりとか、ダイエットにその、まあ、プラスの面もあるにはあるんですが、飲みすぎてしまうと NG なんですね。なぜかというと、カフェインを取りすぎてしまうと腸がですね、疲れてしまうからなんですよね。なので腸を疲れさせないためにも、できればですね、カフェインは1日に1、2杯程度に抑えていただいて、私が今からお伝えしますノンカフェインのお茶を上手にバランスよく召し上がっていただくことで、あなたの腸がですね、元気な状態を保てる、イコール痩せ体質へと根本的にあなたがですね、生まれ変わることができるんですね。それでは項目の2つ目です。一体飲むだけで痩せるお茶って何でしょうか、ということで今回は腸活の観点から選びました、こちらごぼう茶になります。ごぼう茶ご存知でしょうか。乾燥させたごぼうを焙煎して作ったハーブティーになるんですよね。なので、あのごぼう茶イコールハーブティーなわけですよ。例えばあなたがそのごぼう茶をこれからね、飲んでらっしゃる時に、まあ、ご主人やパートナーの方からですね、お前一体何そのお茶飲んでるんだって尋ねられたらですね、もううるさいな、もうごぼう茶よとか言わずに、あ、これハーブティーよって、ちょっとおしゃれにね、飲んでいただきたいなと思うんですね。入れ物も湯飲みとかもいいんですけれども、もうちょっとおしゃれにですね、もう気分を上げるためにも、普段使わないようなお客様の用のティーカップでもいいですし、ご自分用に選んだプレゼントですよね。素敵なカップでこのごぼう茶を入れていただいて、あ、これはハーブティーよってこうね、飲んでいただければなって思うんですよね。やはり飲み方とか、そういったこう気分のモチベーションを上げるって
大事ですよね。ですからそういった、まあ、飲み方一つに対しても意識を変えていただくといいかなって思うんですよ。さあ、このごぼう茶のそのダイエット効果になるんですけれども、まずは冒頭でもお伝えした通り、脂肪やコレステロール、まあ、悪玉コレステロールですよね、を抑える力もあります。そして糖の吸収もなんと抑えてくれるんですよね。太る原因はやっぱ糖分です。糖質ですよね。この糖質を飲むことで抑えてくれる、イコールあなたのお体の中にですね、脂肪を溜め込むのをこう抑えてくれる効果があるのがこのごぼう茶ハーブティーになります。そしてまた腸内環境を整える力もありますし、むくみ改善や冷え性も改善してくれるんですよね。こちらはですね、あのイヌリとかサポリンというこういった成分がもうたっぷり含まれておりますから、もうぜひこのごぼう茶を飲むことで、あなたはもう飲むだけで健康的に綺麗に痩せることができるんですよ。それではここから最後の項目です。どのようにこのごぼう茶を飲むとさらに痩せる効果がアップするのかという、その具体的な飲み方と私が選んだごぼう茶、あなたにご紹介したいと思います。今回私が選んだごぼう茶はこちらです。子供にも安心、北海道産有機ごぼう茶です。小川翔薬さんから出ているお茶になります。でこちら素晴らしいのはですね、もうここにこうストーリーが書いてあるんですけれども、希少な有機ごぼう、要するにその有機栽培で作られた本物のごぼうを探し求めて探し求めてくださったんですよね。すごくないですか。おそらくその全国ね、日本全国回ってあの探してくださってたんだなってこう思うわけですよね。でたどり着いた先が北海道って、ね、書いてある。すごいですよ、たどり着いてくださったわけですよね。もうありとあるところを調べて探し探し回ってやっと着いたっていう先が、まあ、北海道だったっていうことがね、ここに書いてあるわけですよ。で雄大な土地で育まれた有機ごぼうと、しかもこの小川翔薬さんの伝統の加工技術が出会うことにより、まあ、出会ってしまったわけですよね。お二人は出会った。そこでこんなダイエットにも効果のある素晴らしいお茶を作ってくれたわけなんですよね。で安心安全はもちろん、優しい香りの飲みやすい有機ごぼう茶に仕上がりましたということで、あの例えば手作りの、ね、ごぼう茶お作りになる方もあのいらっしゃると思うんですけれども、まあ、結構ねきついですよね。やっぱりそのアクがあったりとか、その私もねいただいたことあるんですけれども、まあ、結構アク、まあ、癖があるなって思うんですが、この小川翔薬さんのごぼう茶はですね、あの香りもさることながら味もめちゃくちゃ美味しくって、もう私すごくねもう一回で気に入ってしまったお茶になるんですね。でもちろん有機栽培ですが、有機の JAS ジャスマークもついていますし、なんとなんとその有機ごぼうがね 100% なんですよ。よくこう有機栽培って書いてあってもうち何割みたいなね、あたった 10% しか入ってないじゃないかみたいな時もあると思うんですけれども、こちらは 100% の有機栽培のごぼうを、しかもイン北海道ですよ、北海道で作ってくれてるって、これすごくないですか。でしかも嬉しいのが、無漂白のティーパックを使ってくださってるんですよね。漂白剤を使っていない、あの茶色いまんまのティーパックなんですよね。私もよくあの緑茶出すときはこの無漂白、あすいません豆ってなかったですね、無漂白のティーパックをねこうわざわざ買って入れて使うんですけども、それぐらいやっぱりこだわってます。漂白剤使ってないのが安心だなと思っています。そしてこのパックもすごく工夫していただいてまして、ここですハサミがねいらないんですよ。ここにつまみがあってですね、ピーって引っ張るともうあっという間に開封できて、しかもこれチャークがあるのでこうピーッと閉じるとずっと保存ができるわけなんですよね。でこちら1パックあたりがですね 27g 入っていまして、あの袋が18袋入っています。18回分ですね。で作り方なんですけれども、あの沸騰したお湯 500ml に対してティーパック1袋で良いので結構取れますよね。よくあのハーブティー系ってあのカップ 150ml に1パックとか書いてあって、あの結構コスパがねどうかなって思うあのハーブティーもあると思うんですけれども、こちらはなんとなんと1袋で 500ml も出せるというティーパックになっています。で私があの効果的なダイエット
をその成功させるためには飲み方に注意ということで、まあ、別動画でもねたくさんお伝えしてるんですけれども、もうぜひぜひこちらの水出しお湯出し OK なタイプなんですが、もうぜひお湯出し温かいホットで召し上がっていただきたいなって思うんですね。理由があります。あなたがその氷をガンガン入れるような冷たいものを飲んでしまわれると、もう腸の動きがこうピタッと止まってしまって、結果その太る体質になってしまうんですよね。体が冷える、代謝が落ちる、腸も動かないとなると、もういよいよダイエットにその遠のいてしまうわけなんですよね。そこでじゃあその逆をすればいいわけなんです。しっかりと温めたものをゆっくりゆっくり流し込んでいただくことで負担をかけない。しかもこちらノンカフェインですから、そのある程度ですね、やっぱお茶も消化しないといけないわけですよね。その時にやっぱりノンカフェインの方が胃腸に負担をかけずに、あなたはどんどん飲むだけでその痩せ体質になることができるそのポイントになります。それは温かいホットを飲みましょうということになります。私 もう常温かホットしか飲まないですね。あの冷たいものとか氷が入ったものは飲んでいません。なのであなたもぜひ私とご一緒に、あのホット温活ですよね。温活はイコール腸活になりますから、とにかく体を中から外から温めること、その時に一役買ってくれるのはこのごぼう茶のホットタイプになります。でこちらお値段なんですけれども、今回私はこの小川翔薬さんのごぼう茶をどこで見つけたかと言いますと、あの生協さんですコープです。生協大分ですねの別府店で購入したんですけれども、こちらが税抜きで645円でした。で私この小川翔薬さんのですね、あの別のお茶のあずき茶も好きで、このあずき茶はあのカルディさんで見かけて購入したんですけれども、あの小川翔薬さんいろんな健康によくてダイエット向けのお茶、たくさんいいお茶あのご準備してくださってますから、あなたもぜひこの小川翔薬さん、私おすすめだなと思って、あの自信持ってあなたにねお伝えしてるんですけれども、なぜかというと私が飲んでめちゃくちゃ美味しかったのと、もうこだわり、このこう理念といいますか、この思いがですねやっぱり大好きなんですよね。本当にあの良いものを作ろうってしてくださってるんだなってのが伝わってきませんか。こういった会社応援したいなって思います。さあいかがだったでしょうか。この動画のまとめに入りたいと思います。とポイントをお伝えしますね。なぜ飲むだけであなたは痩せることができるのかというポイントが3つありましたよね。1つは腸内環境が整うから、2つ目は無添加で腸に負担をかけないから、で3つ目はノンカフェインだからでしたよね。カフェインは脂肪燃焼効果がありますが、飲みすぎてしまっては逆効果ですから気をつけましょうねってお話をさせていただきました。そして2つ目です。ではそのお茶は一体何でしょうかということで、今回はこの有機栽培のごぼう茶でしたよね。で実はこちらはハーブティーなので、おしゃれに飲んでいただきたいなっていうことをお伝えしましたね。で最後3つ目、どのようにですけれども、いろんな飲み方アレンジはできるとは思うんですけれども、やはりポイントは基本ホットです。温かいものを召し上がると一番痩せますよということでお伝えしてまいりました。いかがだったでしょうか。このチャンネルではこのようなさまざまな腸活法、別の動画でもたくさんお伝えしておりますので、ぜひご参考にしていただいて、あなたの健康的で綺麗に痩せるを手に入れていただいて、本来の笑顔を取り戻していただきたいと思います。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。